パリとマルセイユによるフランスダービーは前半ネイマールのシュートでパリが先制。パリはその後もイサキやキャプテンのデュシャンを中心にマルセイユを攻めるが、ジトーラの活躍もあり1対0のまま試合は進んでいく。ジトーのファインプレーでかろうじて追加点を許さなかったマルセイユ。ナポレオンを先頭に攻勢に転じてはいますが、パリの堅い守りに阻まれ得点には至っていません。焦れば焦るほどミスは生まれる。そのタイミングを狙って追加点を奪うぞ。佐野、自陣でボールを預けられると単身中央突破を狙う。俺が仕掛ける。中央は抜かせ。デュシャン、佐野の持ち味であるスピードのある動きに対応しボールを奪った。俺の動きが完全に読まれていた。前半終了まで残り時間もわずか。このタイミングでパリが再び攻撃のチャンスを得ました。ボールはデュシャンからネイマールへ。ネイマール、ボールを受け取ると素早いドリブルでマルセイユのゴールへ向かっていく。ネイマール、今度こそ止めてやるたい。甘いたい。わしは一人で戦っているわけじゃなかったい。ジトーの巨体に隠れ潜んでいた佐野がネイマールの意表をついてボールを奪った。ジトー、佐野、2人のコンビプレー、昔から磨いてきたその連携は世界でも通用する。ネイマールのフォローのため前線を上げていたパリ、今日疲れ攻守逆転。前半のラストチャンス。ジトーさん曲がってください。全力で点を奪いに行きましょう。おう。マルセイユ、一気に前線へ上がっていく。佐野、軽快な動きでパリディフェンダー陣を翻弄。佐野、こっち対。ジトーさん、行くぜ。佐野、ゴール前へボールを高く上げた。その先にはオーバーラップしたジトーが待ち構えている。不穏な気配を感じたのか、ディフェンダーがジトーに厳しいマークをつける。これでは巨漢のジトーもさすがにシュート体勢に入れそうにない。あとは任せたたい。なんとボールはさらに伸びる。ジトーの頭上を高く越えて無人の逆サイドへ飛んでいく。いや、無人ではない。
マルセイユ、ナポレオンが示し合わせたかのように走り込んでいる。マルセイユ、前半終了間際に同点に追いつきました。そしてここで前半終了のホイッスル。白熱のフランスダービーは同点のまま後半戦へと突入していきます。さっきの失点の理由ははっきりしているが、ジトーの予想を上回るスピードと佐野のトリッキーな動きに俺たちが対応しきれない結果だ。それにナポレオンの闘志も侮れない。隙を見せた瞬間確実にゴールを奪いに来るぞ。信じ、仲間を信じろ。それぞれの責任を果たせ。すぐに反応し自陣へ戻れていれば防げたかもしれない。ヨーロッパで戦っていくためには僕ももっともっと強くならなくては。Thank you.